巨人、秋広優と内野手、21、が24日、失った信頼を取り戻す覚悟を示した。春季キャンプ1軍スタートながら、発表後に安倍晋之助監督、44、からオフの2度の遅刻を上げて意識改革を求められており、寝坊対策としてキャンプに目覚まし時計を3個を持っていきながら日常生活から立していく。 この日、大分で行っていた中日、中田との自主トレから帰京した背番号55は自己最重量の110キロボディを携えて、外野のレギュラー争いを制する。決意に満ちた表情で秋広が自主トレから戻ってきた。以前の自分はもういない。昨年11月に2回遅刻をしたことを猛省し、 決死の覚悟でオフを過ごしてきた背番号55は自らに言い聞かせるように言葉を発した。信頼を失うのは早いので、信頼をしっかりと取り戻せるようにしたい。そういうことがあったにもかかわらず、一軍に呼んでもらえたことの思いを汲んで、呼んでよかったと思われるように行動からしっかりしたい。己を見つめ直している。 春季キャンプは一軍スタートが決定したが、安倍監督からは、最初は三軍にしようかなと思ったんだけど、と厳しい言葉を並べられた。名門、二小学者大付出身で礼儀や挨拶を厳しく鍛えられ、遅刻とは無縁の生活を送ってきた中、緊張の糸が切れていたと言われても仕方がない失態を反省。同じ過ちはもうしない。 自身への怒りを込め、日常生活から立していく考えを示した。気の緩みや勘違いしていると思われても仕方がないことだと思う。大丈夫だと思ってもらえるように日常からやっていきたい。信頼をすぐに勝ち取るための魔法はない。日常を積み重ねることが一番の近道と心得る。安倍監督は寝坊対策として、 誰か特大目覚まし時計でも買ってあげて、と話していたが、入念な準備でキャンプに臨む。5つくらいは目覚まし時計を買ってしっかりと備えたいと思います。しっかりと気を引き締めて、本当にもうないように、マイナス発信をプラスに転換すべく、必死の思いで、変身、もしてきた。4月4日から師匠の中日。 中田と大分で自主トレ。夕飯に後、5号の白米をかき込むなど過酷な食トレとウェイトトレーニングで追い込んできた。努力は実を結び、約3週間で約10キロの増量に成功。自己最重量の屈強な肉体を手に入れた。今は110キロあるので、自分の中で最高体重になった。去年はキャンプで4キロくらい落ちてしまったので、 今回はしっかりキャンプでも維持できるよう自分に厳しくやっていきたい。昨季121試合で打率2割7分3輪、中本抜いた、41打点と飛躍するも、外野のレギュラーは白紙。右翼候補として新外国人をドアが加入し、外野の枠をめぐる競争はさらに激しくなった。去年は多く試合に出させてもらいましたけど、いい意味で忘れて、 もう一回一からだと思ってアピールしていく、と秋広。心も体も生まれ変わったことを証明し、不動の居場所をつかみ取る。宮内う太、春季キャンプチン持ち込み、巨人、沢村イコール空気清浄機一年目の11年に栃木の実家から取り寄せ。例年の10倍とされた花粉症対策。 阪神、伊藤淳イコール、藤並枕12年にプロレスラー、藤並達美が愛用するオーダーメイド枕をキャンプ直前に購入。広島、岡田イコール高さ15センチの下駄21年に持参。身長185センチと合わせて2メートルに到達し、この下駄で姿勢を良くしたい。